はい、せいやどうもありがとうございましたせいやさん、はい、水道水でお湯を沸かすときあなたはまあ、あの料理やコーヒーなどに使うお湯を沸かすっていうイメージですねはい A、水を使うはい B、お湯を使うああ、え、水を使います僕もそうなんですよえ、お湯を使うっていうのはほら今、例えば蛇口からお湯も出るさはいで、お湯使うと早く沸くさそうなんですかなんか多分そうなんでしょうけど、うん あんまり意識したことないです、ね、まあ僕もそうなんですけど <laughs> 僕も自らなんであれなんですけど早く,湧くみたいでしょあの今考えると、うん、その風呂場とかのシャワーに関しては、はい、あのお湯を出すことがほとんどですが、うん、洗面所だったり洗面台だったり、うん、あのシンク台所台所とかは、うん、水しか出したことないです。俺ももそうかもしれん お湯を出したことないかも。俺もほとんどお湯使ってないですね。冬でも別に普通に水でお皿を洗うんで。そうですよね。はいはい。そうなんですよ。は<ー>出るかなうち。そうそう。大 <laughs> も思います。<laughs> 出るかなと。出したことないですさ。そういえば。だからそうだから普通に水なんですよ。<laughs> でなんならお湯を沸かさないという。あそもそも？はい。なコーヒーとかは？ 沸かさないですねコーヒー飲まないの飲まないですね基本的には飲むとしても缶コーヒーぐらいなのであれは袋のラーメンあ、は昨日も食べましたが沸かしてないですどうやって食べてんのあれお湯沸かさんと食えんだろうあれバリバリ食べてるわけじゃないですよじゃないじゃないあの今はほらお水をあの常設というかウォーターサーバーウォーターサーバーであるのでお湯が出るタイプにしているのではい それで事足りてます。あ、そうね。はい。あれで、あのそのなんだ、袋のラーメンとかも作ってんの？そうです。ちょっとぬるいかなっていう人もいるんですけど、僕そんなこと全くなくて。あ、そう。はい。カップラーメンもじゃあれから入れる？あれから入れます。いや、なんかぬるくない？全然。っていうか、あの温かさを求めたことがない。え、ラーメン？ラーメン。温かい方がいいでゃん絶対。いや、温かい方がいいんですよ。 あったかいほうがいいんですけど、うん、別にぬるくたって食べられればいいかなって思っちゃういや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 こう <laughs> <laughs> あれ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 ふうふうえ普通にパク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 って食べるえ嘘。うそあんま熱々がよくないですかあ熱々がいいですよ熱々のほうがおいしいと思いますおい、うん、しいと思うけど別にほら 冷水で入れてるわけじゃないから、暖かいんですよ。うん、まあ、あかいというか、ぬるいんでしょぬるくない。全然ぬるくない。ぬるいよ。え、嘘。ぬるくないよ。ぬるいよ。え。あれじゃないですか。<laughs> ヒップさんのところのウォーターサーバーはぬるい,ってい。え、うちさ、ウォーターサーバーないんで。あ、ない。ないから。だから沸騰して使うんです。あ、だから。うん。 使ったことのない人の意見だからぬるいって思うんですよ。うん、いやぬるいって絶対あれ別に98度とかじゃないでしょ絶対じゃないじゃないじゃないでしょ。うん、何度ね。ウォーターサーバーのお湯って。ええー、60度ぐらいじゃないの。60度ぐらいだと思う。ぬるいやしじゃあ。え <laughs> 沸騰したお湯飲みます？えいや飲まんけど飲まんでしょう。飲まんけど、けどそう熱い段階がちょっとずつ冷まっていく過程で夫婦しながら食べれるのがうまいんじゃないの？え結局体内に入るとは60度ぐらいでしょ？ ままあまあ <laughs> <laughs> そんなこと言ったらお前60度スタートしたら体内に入る時30度とかどうやまあうん何かまあって <laughs> どこのサイレンかや <laughs> <laughs> いやでもあんまり気にしたことないかなと思う難儀なんでしょ要するに難儀いやいやいや,いや,いや,いや本当に難儀この人ってや難儀難儀あ,あそうだって僕あのコンロ 月間回さななかったとこでありますもんん使ってないってことそう外で食べちゃうからああ外食ってことねそうああそうかでもまあ一人暮らしの男性だとねまあね冷蔵庫の中でかわいそうになってる食材とかもたまに見かけるのであるあるだなだからあんまりそのキッチンに立ってないかなあんまりああそうじゃあコーヒーとかもぬるくていいってことそのウォーターサーバーではい そのウォーターサーバーはぬるくないって言えばだからえどうなんだろうぬるいって思ってんのかなみんないやまあでも正直コーヒーに関しては別に俺沸騰させてっていうよりは、うん、あのコーヒーマシンはい、はい、があるからでもあれも沸騰してて出てくるんだけどねそうですよねうん、うん、あれで飲んでるんでじゃあ逆に聞きますけどウォーターサーバーのあのお湯、うん、何に使うんですか僕ほとんど使ってないですあ ただオンエアの時に左右飲むから俺しょっちゅうお湯入れてちょっと水足してぬるくして飲んでるこれだけ結局ぬるくしてるじゃないですか <laughs> ぬるくしてるよいやいやお湯はよ <laughs>、うん、オンエアで飲むからよ今今も手元にあるけど<ー>なんなこれオンエア飲むと沸騰したらフーフーフ,ーフーしてる時間ないさないないないそれよりも火汁よりもちょっとちょっとのり方がいいから <laughs> うん <laughs> なん,なんだろう何ですかななんでか <laughs> <laughs> なんででかか俺すごくまともなこと言ってると思うけどいやーだってウォーターサーバーのじゃあお湯は一体何のために出るようにしてるのかって考えたらさあいうようやさにそういやあれカップラーメンも想定してないと思うよ俺はそうなの、うん、と思うよそういう、ね、温度設定じゃないと思うよへ<ー>例えば、うん、あの粉のコーヒーヒ インンスタントコーヒーあれを入れて飲むぐらいの温度だと思いますよ、はあそうなんだ、うんね、特に<分>ほら、あのー、子育て中の,、ねうん、あのパパママはあのー、哺乳瓶で固形のものを溶いたりとかするときに使ったりとかするって聞きますけど、うん、それでいいぐらいの多分温度なんですよ多分そ,それは逆に沸騰してたら困るさうん困る困るそうそうだからそれぐらいでいいぐらい、まあ、すぐ飲める温度に設定されてると思うんですよでもほららだから同じさ うん、すぐ食べられるような温度に設定されてるわけよ。あ、今情報によるとですね。はい、ウォーターサーバー六十から九十度選べるそうです。あ、ほら、ならもう九十度選んだらもうすぐさ。いや、でもせいやのえのは九十度じゃないでしょ多分違う。九十度じゃない。<laughs> <laughs> でも、美味しいよ。普通のもの八十ぐらいそうです。あ、ふ、八十ぐらい。うん、ほら、いいさ、いいぐらい。いや、まず食べてごらん。言う前に食べてごらん。いやいや食べたことあるよ。あの、なんだ。 ウォーターサーバー、はいえータサバでカップラーメン、うん、あの時にぬるいって思ったんですよ俺あそうなんだはいだからぬるいなと思ってあ<の>ちゃんと食べてますよウォーターサーバーの,、うん、あの上のこのボトルが水なくなってきたら、うんうん お湯出なくなるのわかります？わかるよ。しょっちゅう変えてるのに。ラジオ沖縄の。こっちの俺が俺が結構変えてる。ありがとうございます。も4回も変えに来て。なんで？で僕家のものでたまにないときに開けてしまってそのカップラーメンを水で食べるときある。ええ。そう。絶対無理だな。あこれじいい方法あるよ。なんですか？水で入れてしまったときに。はい。レンジ。あでもあのあれですよカップラーメンレンジでチンしないでくださいって書いてあるんですよ。 うん大丈夫だって俺。ダメよ。<laughs> それはダメよ。ダメよ。ダメダメダメ。書いてあるのに。<laughs> あそうね。ダメですよ。俺間違って入れてしまって。うん。えー、行くしかないこれ水差しいと思って、あそうだと思って。 あの、でん、レンジでチンしたら、普通に熱く食べられましたよ。あ,あ、そうなんだ。うんうん、いや、だから、そこで水入れてしまって、うん、あいやってなって、うん、で、あの、鍋に入れて、もう一回あちらすっていうのは。もう、手までやりたくないんです。ええー、水の鍋食うの?。美味しいよ。美味しくないよ。美味し,しくないよ。美味 <laughs> しくないよ。絶対美味しくないよ。 <laughs> でもそうあちらすことはあんまりしたくないなああそ,うそうなんですね<う>まあまあわかりました、うん、はい、はい、じゃあもうさようなら <laughs> ちゃんと食べてよ何があのウォーターサーバーのカップラーメンああ食べたってばえぬるい絶対食べてない食べた <laughs> 屋敷にないんじゃない ね、屋敷で、あの、は、伯爵邸。うちじゃなくて、あの、で、で、の現場が切れたから、食べたことありますよ。絶対。もう、本当よ。ちょっと、僕の中も、ちょっと、積もっといてください。ウォーターサーバーでカップラーメン。そうそうそう。今度、アンケートで取って。嫌だ。はい。ありがとうございました。はい。嫌ですね。はい、え、お昼のニュースは、報道部ニュースセンターから、久高誠也アナウンサーでした。 はい、えー、本日のアンケートをですね水道水でお湯を沸かす時あなたは、まあ、料理とかコーヒーなどにお湯を使いたい時ですね A 水を使う水からスタートする、はい、B お湯を使うあったかいの出るんだったらあったかいのからスタートするよとかねはいさあそして昼ぼけ農大一般人が知らない夜の動物園で守らないといけないルールとはなるほど。 これ一般の方はあんまり知らないでしょうね、うん、懸命に「昼ボケ」と忘れずに「本日もアンケートを昼ボケともに張り切って参加してみてください」「ゆたしく」あのアンケート行く前にですねツイッター見てたらみんな「いやいやウォーターサーバー80度ぐらいだから全然カップラーメン使えるんじゃない?」っていう人が何人かいるんですけどちばっちさんは「カップ麺は絶対に沸騰させなきゃダメ!」「ウォーターサーバーだとぬるいし時間がかかるし食感もなんかアウトだな」っていう一回俺も沸騰させたいんですよねなんか。 分からんけど、はい、さあ本日のアンケート水道水でお湯を沸かす時あなたは、A、水を使う、B、お湯を使使ううお湯普通の水から沸騰させるかそれともお湯が出るんだったらお湯を使って沸騰させるかっていうことですね普通に水ですねだからさっき言ったみたいにあんまり意識したことないかな、はい、半分ぐららいのスピードで沸くんだっったらお湯使ってもいいかなもっと早いあマジであ,あんなかあるあだったらいいかな使っても。 皆さんこんにちは妹子ですこんにちはアンケート A 水道水からお湯が出るまで時間がかかるから水からお湯を沸かしているよ水からお湯沸くの早いし水からとお湯からとか一切考えたことないなでは時間まで頑張ってねはいあもう今日の NG ワードが書かれてますねタイトル何でもいいんじゃんあこの番組基本的に絶対言ったらダメなセリフですよ何でもいいやしとかどうでもいいやしとかしてとかはダメ NG ワードですね い言わんで、<laughs> <laughs> はい、あ、そもそも水道からお湯出るのが時間かかるとわかるよ。あれすぐ出ないもんね、ボイラースイッチ入れてからね。そうそうそう。<laughs> こんにちは、トグロ巻いて聞いているパイソン o n Z です。ニョロニョロこんにちは。本日のアンケート A です。 なんかお湯出すためにガス入れるのももったいない感じ気がするし、ガス入れてもすぐにはお湯が出ないので、お湯が出るまでの水を捨てるのももったいないですよね。はい、おっしゃる通りですね。はい、ありがとうございます。もうだお風呂入れるときにボイラースイッチ入れてもね、すぐお湯は出ないから、その分の水は僕はもうなんか取っといてあの洗濯機に入れてますよ。もったいないからっつってね。はい、ありがとうございます。そうなんですよ。 すぐは出ないですねお湯ね皆さんこんにちは埼玉のはちみつ一家ですこんにちはアンサー A です自ら沸かしますでもレトルトパックを温めるときはお湯から沸かしますどう,どういう意味ですかね<接>パ,パウチあはあ。うう直接口に入らないからってことか一回じゃあ沸騰まで行かなくても だい要,要するにあのカップラーメンとかだったら一回沸騰させたので食べたいけどこのレトルトのやつはこのカバーされてるから直接触れないからお湯からスタートしてもいいんじゃないかつってそこまで考えたことない。<laughs> あ,、ね、あ確かにな。お鍋に水入れたら結構な量だから沸騰するまで結構時間かかりますよね。あれお湯からスタートしてもっと早いんだったらお湯使おうかな。確かにそうだな。はいありがとうございます。 すごいこだわりがありますね。レトルトパックはオッケー。お湯でも。ええ<ー>。ヒプさん、皆さん、こんにちは。ラジオネームポテトと申します。ゆたしくです。びっくりマーク多いな。どうした?。はい。アンサー A.。絶対に自らです。なんでかなお湯から沸かすと。新鮮な感じがしないんだわ。では、では、皆さん、読んだら、ちまってくださいね。意味が分からん。<laughs> どういうこと?。 あは。水道から一発目に出る水が新鮮であって、お湯はなんかどっか通ってきて暖かくなってるからもうなんかちょっと加工されたものみたいなことですかね。わからんな。人の感覚で全然お人に言えないけどね。こんな問題出しといて。<laughs> あてっこ。南城市の答えさ。こんにちはこんにちは。アンサー A です。<laughs> 普段お風呂入る以外は水しか使わない。水から温めます。 以前お風呂場に行ってお湯からインスタントコーヒーを作って飲もうとしたらまずかったね。んねわざわざ風呂場に行ってお湯出してます今インスタントコーヒー。ああ <laughs> うん,うん一回沸騰させたいなこれなんか一応な,なんていうのかなコーヒー飲むお湯を風呂場から僕組まないんですよまず。 一緒だと思うんですよ別に水道のあれは <laughs> 食べ物飲み物は台所から <laughs> って何かイメージありませんフルバックからインスタントコーヒー作ろう <laughs> まあどうでもいいんですけど <laughs> はいコマーシャルです水道水でお湯を沸かす時あなたは A 水を使う B お湯を使うはいまあやっぱり皆さん 普段の生活にちっちゃいこだわりがありますね。自分ならではのね。うん。こんにちは。みーたろうの姉ちゃんです。こんにちは。アンケート A です。水を沸かします。そもそも水道から出るお湯って飲んでも大丈夫なんですか湯沸かしの機械を経由してるし、なんだか飲むのは抵抗あります。台所の水道のお湯は、冬の凍えそうな日に食器洗いに使うぐらいですね。うーんなるほど。 なあの日本のね水道は非常に世界的に見ても優秀だと聞いていますので基本水道の水って飲めるように作られてると思うんですよただこの湯沸か器の中を通ったっていうのがちょっと嫌っていう方もいらっしゃいますね <laughs>、はああ <laughs> <laughs> 面白いな俺別にこれあんま気にならないですね湯沸か器通ってんのって。 そんな言ったら別に風呂場でシャワー浴びてる時も絶対口にも入ってるだろうしってなるじゃないですかそれよりはコーヒーを風呂場に入れに行くっていうのがちょっと抵抗ある <laughs> 同じなんだけど別に水はね分かんないだから人のこだわりって皆さんこんにちは好きな言葉は「七夕パンツドット食い込む」ですあもうこれ非常に秀逸なラジオネームなんですよね本日のアンサー、A 蛇口から出てくるお湯をインスタントラーメンの麺を茹でるときに使うことはあってもコーヒーやお茶に入れることはちょっとありえんよな。うんうんうちの会社の新入りの女の子が給湯室でこれをやっていたことが先日バレてこっぴどくおつもねさまに叱られていたさその子はどっちもお湯なんだから同じじゃないですかって反論していたけどお湯の中にばい菌が入ってたらばい菌が漂ってたらどうするのよとおつもねさまは説き伏せていたな。 まあ実際にはバイキンが入っているのかを知らんけど、直接お湯を飲むのはあんまり気持ちよくないのは確かだよね。それじゃあ今週もいたしくあ。水道のお湯を直接飲むのに抵抗があるってことですか。ね。うんこれもわからないんだような。じゃこっちから出てくるお湯をインスタントラーメンの麺を茹でるときは ＯＫ で、コーヒーやお茶はダメだろうけ。一回捨てるからってこと。茹でたらラーメンの。 してないですよねそのまま多分スープにしてますよねあれはケ、OK、ーでコーヒーはお茶はダメってなんでね何が違うのん何ね人のこだわりはもうみんなそれぞれあるってねこんにちはチェリーじゃないジラーですこんにちはアンサー A だよ、えー、毎朝翌日の水筒用に夜間でピーピーさせてるけど水でしか沸かしたことないな。 ポットのお湯が少なくなってきても入れるのは水だよ。わざわざガスをつけてお湯を入れたりはしないよ。めんどくさいし、ガス代がもったいない感じがするしね。人生相談聞きながら送信はい。ありがとうございます。うん、なるほど。水筒の氷は水道水を入れて製氷機でできる。氷を使っているから沸かしても意味ない。<laughs> <laughs> 確かにな。<laughs> 俺はちゃんと一回煮沸しないとどうするかっつって水ってやって氷は水道水そのままっていうねまさか一回沸騰させたやつ凍らしてるってこだわってる人います氷いやそこまではな普通に水水で俺やってるけどやってます一回煮沸してから氷やらないよねはいありがとうございますわうわ,わ <laughs> 水道の水一個取ってもこだわりがみんなすごい えー、すっきり晴れずに桜が映えない東京から淡々のままですはいこんにちは天気悪いですねお湯から沸かすっていうのを考えたこともなかったですまあその方が早いよねでもどれぐらい時短になるんだろう水からお湯にする手間とガス代とかを考えたらどっちがいいんだろうねそうだ今日そうなってくるんですよだからはいじゃあお湯から早いんだったらお湯使おうって言ってボイラースイッチ入れてこれボイラ水道からまたお湯が出るまでちょっと流さんといけんから またこんだけで時間かかってるしってなるんですよねもうそれをか最初から水で沸かした方が早いんじゃないとかねうん常にだからスパッとお湯が出るウォーターサーバー的なものだったらいいんですけど一回ボイラースイッチ入れるって考えたらトントンかなどうなんだろうヒープーこんにちははい名護島奈さんこんにちはアンサー A お湯を使うって沸騰するのを早めにするためかなヒープーもうお湯を沸かさなくなっているよ <laughs> お湯も水も出てくるサーバーを利用しているのでスープもカップラーメンもそれで十分よ夜間ってどこに行ったかなはい名古マナさんあの夜間はどこへ行ったのかなっていうタイトル「いうタイトル角川映画」みたいなね <laughs> <laughs> タイトルついてますけど <laughs> はいありがとうございますえ嘘意外だね名古マナさんは何ウォーターサーバーのやつで全部スープとかも作ってんのえー、意外 なんかもう古風に夜間でずっと沸かしピーピーピーさせてるのかなって勝手にイメージしてましたけどヒープさんこんにちはマッツンですこんにちはアンサーへお湯無芸らすのにわざわざお湯を入れるという考えはなかったです 確かに最初から熱いお湯を入れた方が無限入れるまでの時間は早いでしょうが水道からお湯を出すのに温かいお湯が出るまで水茶流しして捨てないといけないしガスも使うわけだからエコな観点からしてもそれよりは普通に強火にして蓋を閉めてやるかなじゃあおそばんなので夜まで呼ん談仕事しながら聞きますはい出勤前に2時間事務で仕事前からもう疲れてる <laughs> 安心だやデイ児童や死にはまってるよね筋トレ すごいよっさ<ー>、はい。ねえのりリス皆さんわからない言葉出てきてたんじゃない今「無ゲーリル」<laughs>「無ゲーラス」って言うわけ何て言ったらいいのかな「沸騰させる」みたいな感じ「あっためる」って言うまた「あちらして」とかまた別の言い方があったりするんですけど「たじらして」とかも言うんですよ。「こたこたこたあさして」みたいなこと「たじらして」とか「無ゲーラてとか言うんですけど。 無リルっていうのを俺初めて聞いたな <laughs> 面白いな「無芸リトンど,んどんって言うんだじゃあ <laughs> えー、嘘でしょもうツイッター見てたら <laughs> ハルアットマーク沖縄中毒さんが「そもそもボイラーのスイッチ」っていう表現がピンとこなくてんねは,は <laughs> あれ何て言ってんのじゃああれ何ねん正解はボイラー湯沸かしき何ねんボイラーボイラーださに。 してちーさんが「ヒープさんってボイラー」っていうの好きですよね。<laughs>「ボイラー」最高やし響き「ボイラー」<laughs> あげあれなんていうのかな一でじゃあ、うん、あ,あそうかアパートとかマンションは瞬間湯明かしみたいなやつでーの時がボイラーああそうかそうかなるほど。ボイ <laughs> ボイラーじゃない,ゃないそ。そもそもボイラーは何を指してんの？あのお湯出す機械自体ボイラーって言ってんじゃないの？石油ボイラー、石油灯油、灯油、灯油,油使ってるんだけボイラーって言っての。あ、そうね。はい、そうなんだ。あ、なるほど。あ、ガスは瞬間いわかしきっていうんだね。僕どこの高校でしたっけ？<laughs> <laughs> マジか。<laughs> あ、そう遠いう灯油使ってるボイラーっていうねなるほどラジオネーム脱中ちゅうの工務店さんはいこんにちはヒブさんお疲れライスアンケートの回答は目的にもよるけどお湯だねーの B お、ええ。そうめんゆでたりラーメンとかはお湯からゆで卵とかじゃがいもとかは水からだねこれで2時間もたすんだからすごいね,ね皆さんの肩にかかってますよ <laughs> はい脱中ちゅの工務店さんありがとうございますうん ゆで卵とジャガイモな水か,理由があるのかな自らスタートっていうのは。はい、っていうああもう最初から入れるしあはあはなるほどねあそうかそうかなる,なるほど最初から入れとくっていう調理法ね。うん、あり「皆さんこんにちは過ごしやすい気候の今日は福島から春アットマーク沖縄中毒です」はいこんにちはアンサー B のお湯からですねなんで少しでも早く沸く方がいいさまあ実際はそれほど時間も変わらないでしょうけどね。 さあ、ラーメンも食べたしのんびりした道で帰りましょうかね、えー、昨日は早寝したのでフェンス2話はまだ見てないので今日帰ってから夜に見てみようだ」かっこ「出演シーン探すのが楽しみです」「はるさんが当てたからね僕の出演シーン」はいうーんタイトル「今日も2時間持つか心配なお題」皆さんかかってるんですよだから「はいさいヒープさん今日バシしてきたよはいたかったさビール上空です」「かっこ酒解禁日」「みち、考えてから飲んでよ」「してアンサー B」え「え お湯沸かすんだよねしたら普通に考えて水洗レバーを赤いところにして熱いのを入れて沸かした方が早くてスムーズじゃないしてこれ聞いてどうするわけおいしいの食べてこようね。はい NG ワードですねこれねありがとうございます。ツイッター川崎のシオンさんは「名古屋の実家の両親は昔からガス湯沸かし器もボイラー」って言ってたな私は湯沸かし器ということが多いかなショッカー戦闘員さん湯沸かし器を英語で言えばボイラーじゃないの。うーん じゃあボイラーでいいかな <laughs> <laughs> 群馬の有蔵さんヒープさん瞬間湯沸かし器とボイラーの違い分かってなかったんかうんボイラーでいいんじゃ <laughs> <laughs>、えー、はいさいつも美人の味方チーム麻也子代表取締役エロザイルですはいこんにちは早速アンケートをえお湯入れたら早く沸くはずだけどなんか短くて消毒されてない気がする自らやったら立派やった感があるさはい エロザエルさんありがとうございますあは、ちゃんと火が通ってる感じねちゃんと煮沸したっていう感じね一緒だけどね一回沸騰したらもう一緒でしょ全部 <laughs> 皆様ごきげんよう近さよと申しますこんにちは今日のアンサーお湯使うって全く頭になかったそんなにたくさんの量を沸かすことがないから水でもいいさ火力強めにしたらすぐ沸くよコーヒー飲むぐらいの量だからね かさよさんありがとうございますそうですねまあどれぐらいの量使うかにもよりますけどねうーんラーメン食うときまあまあ一人でコーヒー入れたりとかねそんなものそんなに大量には沸かさないですかねヘイ <laughs> <Hey, S 2> ヒープー皆さんごっくんちょう土曜日に数年ぶりにカップラーメンを食べたヒーフーミーデスツルリンはいこんにちはアンサー A その時まさに自らあ自ら 自らお湯沸かしたよ。めんどくさいな。でも大事に育てられた町。腸内皮膚民様は猫舌なので氷一個のドボンして食したよ。まあまあを残さず食べれたよ。具志堅の男爵様もターバの氷使うしよう。使うしよう。はい。えー、ひふさんありがとうございます。僕絶対やらないですね。暑いのに氷入れるってやつ。ラーメンとかにうん絶対やらないですし、ちょっと友達にもなりにくいからはなって思いますけど。<laughs> いや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 あれ暑いからいいんでしょ多分ねファックスヒープさんこんにちは今日は家でのんびりしているアイスミルクですこんにちはアンケート A ですボイラーをつけないとお湯出ないので自らですけど何かヒープさんは自分でお湯沸かすことってあるんですかでは最後までファイトこれたくさんの方がね「自分でお湯沸かすことあるんですか」って書いてますけどなんでこれ自分でやらなかったら誰が沸かすわけあうちのジーやが。 はあーはーはーなるほどねどこにいたかなあんまり見かけないんだよな家の中で <laughs> 見かけない人にお願いするぐらいやったら自分でやった方が早いかなと思って自分でやってますけど何か <laughs> さあ1時になりました T サージパラダイス午後の仕事もですね車の運転も是非安全第一でよろしくお願いいたします ババンのコーナーいきましょうかね。えー、っとね。これいきましょうね。ラジオネーム、オマーユエビさんの自分にババン。晩酌しながら、目の前を虫みたいなのが飛んでるみたいだったので、主人に、非文章になったかな。怖いんだけど。って言ったら、ええー、大丈夫。ちゃんと矢の目の前、虫飛んでるから心配すんな。それより早く捕まえれ。って。頑張れ、復帰行こう 本当に飛んでたんだね <laughs> よかったさ本当に飛んでてさあでは皆さんのお誕生日をですね晩味化してからに、ね、お祝いしますよまずはですねえっとね福岡の青森さん、はい、こんにちはこれ昨日だな来てたのな数年前ティーサージの誕生日お祝いのルールを知らずに双子の子供たちの誕生日にメッセージを送り そしてヒープーさんのご好意で呼んでいただいたことがありますがその子供たちも成人してそれぞれの進路に育ち自分の時間プラス夫との時間を楽しく過ごすぞと思う48歳の春となっていますいいですね40代はあっという間に過ぎていきますが30代と違って何かと開き直れるようになってとても楽しいですヒープーさんがよく40代は楽しいよとおっしゃっているので50代も楽しみになっています いつも楽しく拝聴しています、えー、ヒープさんも面白いリスナーの皆さんとともにこれからも日々元気に過ごしてまいります、はい、福岡の青森上宮さん、はい、お誕生日48歳のお誕生日おめでとうございます昨日ですかね、うん、福岡で聞いてくれてるんですね嬉しいねハイサイヒープさん昨日ナンバーワーで採用されてルンルン気分のチェルボーですこんにちは 本日3月27日は私の46回目の生まれ日となっております。子供の時には誕生日遅いの嫌だったけど、今を同級生よりは少し年を取るのが遅くなっているので、応援に感謝です。まあ、それ以外でも産んでくれたことに感謝してますがね。よって、誕生日のウーをお願いいたします。あと、4月より人事異動で部署が変わり、車での移動が増え、ラジオを聴く時間が増えそうで嬉しいです。あ、よかったね。うん、はい。チェルボーさん。 46歳のお誕生日おめでとうございます。なあ40代最高ですね。はい。ひぶさんお疲れ様です。大阪からチーム取り年はやぶさの野賀ポンです。今日も頑張ってるね。頑張ってますよ。はい。そして今日はおいらの54回目の誕生日になっております。同年生。ね。 朝からたくさんのリスナーの皆さんからもお祝いのコメントをいただき、本当にありがとうございます。今年もヒープーさんに追いついてしまい、申し訳ありませんが、これからも元気に頑張ります。追いつくだろ、それはね、うん。はい、のかぼん、同い年、54歳の誕生日、おめでとうございます。はいあとですね、今日はですね、けんちゃんおじさんの45回転、時々33回転のけんちゃんおじさんの誕生日ということで。はい、けんちゃんおじさん。 お誕生日おめでとうございます。声がね激しぶなんですよね、うん。はい。ではえっ、ー、と昨日の方も言いましたね。二十六日そして三月二十七日お誕生日の皆さんまとめておめでとうございます。イイハーピーバースデー。ふほうは。お誕生日の皆さんの向こう一年間が絶対に健康で、うんそしてデイジ笑える楽しい一年になりますように。 おめでとうございます。こっち食べてくださいね。肉食べた方がいいんじゃないかなと言っておりますよ。はい。あなた水道水でお湯を沸かすときどんなするかつって。A、水を使うよ。要は水からスタートするか。B、お湯を使う。ね。どっちですかっていうことですけどね。うん。いろんなこと書いてあるな。うん。はい。 行きましょうねえー、っとね皆さんこんにちはティーサージパラダイス研究生春休みの黒幕ですこんにちは今日もお忙しそうですがよろしくお願いします本日のアンケートを B 鍋に水を入れてコンロの火をつけて沸くまでその場に立ったまあまあ見てるんですが沸くまでの待ってる時間がイライラしますねイライラしないようにお湯から沸かすんですが水道をひねって自らお湯になるまでの待ってる時間もイライラしますねうがい手洗い研究研究 えー、タイトル「電子レンジ待ってる間もイライラする」「ヒッチイライラそうんや」<laughs> <laughs> はいありがとうございます僕は大体同じタイプなんですけど今まではねこのやってるのずっと見とくっていう最近発見しましたねこの電子レンジだったら多分2分とかこの間にあと1個なんかできるね <laughs> なんかやっと最近発見したはい前までは待ってました 2分ずっとこれし暇だなっつって携帯見たりとかして僕 <laughs> 最近やらなくなりましたねあこの時間にこれができるなーっていう発見がねはい。皆さんこんにちは久米島の三次ですこんにちはひぶさんアンケート B お湯はポットから入れて早く沸くしてラーメンは茹でた後茹で汁は捨てるさ あと茹で汁は捨てるあなるほどあと茹で汁は捨てるさあなるほどあそっかそっかラーメンに火薬を入れてポットのお湯を入れるさマーサンドはい、はい、えー、久米島の三ジさんありがとうございます茹で汁は捨てるしてうん一回じゃ茹でたその茹でた水は捨ててスープはポットから入れてへえー、そこまでするわ。はい 一回だけら湯通しするってことですよね麺だけやらないですねまんま俺そのままスープに使ってるけどへーはいありがとうございますこれみんな作り方全く違うってびっくりするな皆さんこんにちはハッサもーマンザモですこんにちは今日のアンケートはビってばちょっと思い出したことがある昔ビジネスホテルとかにあるお湯沸かすポットがあるさあるねあれで袋麺作ったことがあるってば 半分に麺割って作ったらジャストサイズで、残りの麺が替え玉封じになるってば。あの台に置いたったら、汁も常に厚いし、じゃ、ひーちゃん、門限まで頑張ってね。はい。ダメでよ。<laughs> 何やってろ。便利だよ。じゃないよや。これ、進めるかい。ラジオからや。ここ、俺、インドや。<laughs> はい。あ、これ、でも、ちょっとかな。タイトル。俺、あのポットは信じない。<laughs> ちょっとわかるなああまあ簡易的なものだからねホテルのものだからあれなんですけどほとんど使ったことないですねはいほとんどないですねましてや袋麺作ったこと、ね、絶対ないですね <laughs> はいありがとうございます、えー、皆さんこんにちは今日は仕事休みなんでゴロゴロしながら聞いていますマコチンの嫁ですこんにちはアンサー B ですね ほう洗い物は汚れ落ちを良くするために温水使ってゴシゴシするさそのついでにお湯を沸かしますね温水使うからすぐ沸きますね時短できて便利さ光熱費は旦那が払うから洗い物してるとき旦那が台所に近づいてきたらさっと水側に切り替えるよで向こうに行くとすぐ温水に切り替えるまあ光熱費高くなってブツブツ文句言われてもこう言うかななんであんた 彼女作って遊んでたんだから、高熱ひ高くなっても大丈夫じゃん。私は水より早く沸騰するよ。便利さ。はい。こんな怖いメールが来るんだな。うん。<い>彼女作って遊んでたんだから、高熱ひ高くなっても大丈夫じゃん。<laughs> <laughs> はい。ありがとうございます。どういう気持ちでこの文章を売ったんですかね。<laughs> なんで 水より早く沸騰するよ私はっつってね。<laughs> 超瞬間湯沸かしきっていうね。うんノーコメントでいいですかこれは。どっちの見方もできないんだよな俺。<laughs> はいさあイープさん JA 沖縄農協プロパンの話しろです。あいつもありがとうございます。アンケートこれ B かな。そうですね。お湯から沸かすです。まずさあ湯は同じ準備するさあね。手順はこう。1 お湯が出るまでのぬるで、食器、周りのシンクなどを洗う。2. お湯になる。3. 夜間にお湯入れる。4. ガスコンロに置き、火をつける。5. 自動機能ボタンを押す。これ、沸いたらガスが止まるっていうボタン。あ、えー、こんなのもあるんだ。6. お湯の出来上がり。ちなみに氷は、酸油を利用します。あ、一回沸騰させたやつ使ってんだ。 してさ俺が取り扱いしてるガス湯沸かし器は水の入り口にゴミ取りフィルターがついていて不純物が引っかかるよ。してからにお湯で食器を洗ったりすると排水管の中もきれいになるってよ。そしてこのアンケートの本質はおお湯湯を沸かすす水おお湯どちらがエコですよねその条件は熱効率空間の排気能力や気温夜間の設置,設置面積など絡んできます。<laughs> はい 本心大言な通る <laughs> <laughs> はい、えー、J.A. 沖縄農協プロパン花城さんありがとうございます。そうですね専門家が B っ,、ね、って言ってますねうんはいお風呂は47度で入浴です <laughs> 結構高めだね熱い,熱いねはいありがとうございます <laughs> うウル川給湯器ね おありがとうございます。さっきからなんか症状映えが飛んでるのなんでか <laughs> ね。あれ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 ,あれ誰？俺か。<laughs> 俺バナナか俺は。<laughs> はい開催始めまして違法ナチュと申します。あいいえな。最高のラジオネームですね。一回じゃあウェルカムお願いしていいですか。違法ナチュさん始めましてウェルカム。 はい、ありがとうございます。長く聞くだけリスナーさんでした。勇気を出して送ってみました。ヒープー様よろしくお願いします。今日読まれておりますよ。アンケートは家の a 気にしたことないですね。言うの未熟と無味ね。縫うから会員グス用のアンケートを聞きながら参考にしてみましょうね。また勇気を出して送ります。はい、日本のさんありがとうございます。薄く ng ワードですね。何か変わる？ うんこんなの聞いたらダメ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 何も疑問持ったらダメってば <laughs> <laughs> ただただ参加する A か B かもうこれでお願いします疑問持ったらこの番組始まらんどあこれもだ皆さんはじめまして長年聞くだけリスナーでしたが初めてメールしますラジオネームは「垂直落下式50歳」と申しますいいな,これな何を表してんのかな自かな何だろう見えるかもじゃ 垂直落下式50歳さんはじめましてウェルカムなるほど50歳になり人生垂直落下式に落ち込み何かを変えねばと思いメールしてみました人生51からと思い頑張りますあ,あそうかなんの辛いことがあったのかないやいや50代も楽しいですよ間違いないですこれははいアンサー A です自らしかわかさないですよボイラ さっきふと思いボイラー使ったことないなと思いあここで途切れてますね崖から落ちたんでしょうね多分ねここまで書いてもしくは雪の中で遭難してしまったか大丈夫かな初参加ではいありがとうございます <laughs> ボイラー使ったことない あまあ、まだ普通の湯沸かし器ってことですね多分ねあ。そうか。まあまあまあ50代もさっき言ったみたいな本当に楽しいですので本当に51歳やからリスタートっていうかそんな感じで頑張りましょうよ。ね。アメリカンブルーさん。こんにちは久しぶりにティーサージパラダイス聞いていたらやっぱり楽しいヒープーさんのおしゃべり最高。一人で笑っています。はい、ありがとう。まさに私の笑いの壺に入っています。さて今日のアンケートは。A の水からやかんに入れてから沸かします。 つい最近まで電気ポット使ってたけど節電のためにやかんを使うようにしたら2000円も電気代が安くなりましたまた少しおしゃれな注ぎ口が細長いやかんにしたらお湯沸かすのが楽しくなりましたそのため我が家では、えー、緑茶三品茶ほうじ茶がありその日に飲みたいものを飲んでいますでは最後まで聞いてますねはいアメリカンブルーさんありがとうございますなるほどねお湯沸かすのが楽しくなるようなアイテムがあると うん、割ったやんあのまんまやうちの妻が準備してるやつ買ったやつですけど細長いやつですよこのシ赤いのでただねあれね、まあ、みんな思ってると思うんですけどあれどんどん注いでいったらだんだん注ぎにくくなっていくの分かるふたが落ちるんですよそういや熱いからさこっちも沸騰してるからでいつもこのギリギリふたが落ちないところをこう探り探りやるっていう感じになるんですよね なんなんとかならないのかなあれ落ちないようにね、うん、はいありがとうございますえー、おヒープさんデイさんみんなさんよろしくいんですよ,よよよよはいこんにちは今日も決まりましたねなんでなののえどうせお湯沸かすのにそれなら自らでよくないなんで時短なんでもかんでも時短時短美形してたらあれだよあれお湯からお湯ってよろしくいんでしたんなになに あれだよ、割れてるのやが。お湯からお湯って。ああ、そういうことね。うんいやいや、これはだから。ぬるいお湯よ。ぬるいお湯から沸騰させるってことよ、うん。はい、ありがとうございます。あの、宇宙ディレクターはですね、これウォーターサーバーのまあ、ホットのところもまあ、使うんですけど、さっきのセイヤみたいに直では使わない。一回やっぱ沸騰させると。これね、何 沸騰,沸騰最強伝説みたいなのが世代によってあるんですよ。かんな計をつったらたらもうぬ,ぬくい煮沸したら OK だからっていう植えつけられてる世代があるんですよ。僕らそうなんですよ。沸騰最強あと冷蔵庫最強伝説。一刀剣一枚でむ中ちゅさっていうあの冷凍庫入れとけばもう何でも OK っていう <laughs> 変な卵2個食べたらダメ世代とかよあるわけよ女の方が。 スヌーピーピママさんこんこにちは,こんにちは本日のアンケートアンサー A 日本の水道水は優秀と水道局で働いている友人から聞いているので蛇口に、えー、浄水器をつけた水道水を利用していますウォーターサーバー話子供たちと聞いて笑っていますうちはしっかり100度沸かしたお湯でラーメンを作るな、ね、沸騰最強伝説世代ですよだから。 ね、スルビオさん <laughs> ありがとうございます <laughs> 一回100いかしてから冷めるのを待つっていう世代ねはい。<laughs> 見届けないとダメ100は、ね、皆さんプラグだけ HKS ですこんにちは A の水から沸かしますもやしとか水から茹でるので旦那はウォーターサーバーのお湯で袋麺も作ります硬くないいい悪くなるよって言ってますよ もう硬い柔らかいのあれじゃないんだよな変わるかなやっぱり80度ぐらいのやつでや、うん、ラーメンつくのと沸騰させたやつで硬さ変わるどんだけつけるかじゃないのね多分時間ですよねあ,ありがとうございます食い込み罰金5003ハイ、はい、サイヒープーさんこんにちは久しぶりに12時間寝ました12時間寝れるまだ若い証拠だよこれ。 アンサー上位の A お母が言うにはあのお湯を使う時は中身を洗う時だけってんじゃはい食い込み罰金500さんありがとうございますあのお湯って何台所の蛇口から出るお湯ほとんど使わないってことですねじゃあねはいありがとうございます中身洗う時だけってあれ湿地洗わとダメだもんねうん、はい、では一曲これは。 上がアーティストですよね。こんなアーティストの名前ある？新しい学校のリーダーズで大人ブルー入りました。もう新しい学校のリーダーズで大人ブルーという曲をねラジオからアピラしましたけど、ちょっと検索してみると、まあセラー服着てるね。今時のアイドルアイドルかなと思いきやちょっと違いますね。なんかちょっと反抗してるっていうかねえ。面白いですね。 うん。まず曲もちょっと昭和チックな感じの曲ですね。新しい学校のリーダーズ那覇西とかですか？新しい解 <laughs> 放とかうんはい。ありがとうございます。いやすごい面白いですね。はい。<laughs> こんにちは。いつも楽しく聞いています。読まれたら10年ぶりのラジオネームフンデービルですは。はい、ありがとうございます。なんかあれですよね？ 今日のお題に初めて参加したいって思う方とか久しぶりに参加したいっていうアンテナになんか引っかかったんですね。今日のアンケートは A です。でもラーメンのお湯は聖夜やさん派です。ヒープーさんサーバーのお湯からラーメンって普通だよ。全然ぬるくない。聖夜やさん間違っていませんよ。 旦那はわざわざ沸かすけどガス代ももったいないしもうすでに電気でたた温められているサーバーのお湯から使えば洗い物も減ってガス代も夜間や鍋を洗う水道代も減って一石二鳥三鳥でしょ <laughs> お水屋さんも冬はラーメンやコーヒーなんかでお湯を使う人が増えるから夏よりも冬の方がお水が売れると言っていましたよえー、これ私だけもしくは少数派なんですかヒープさんこれ絶対ぜひアンケートしてみてください絶対結構いるはずですよ はい、フンデイビルさんありがとうございますここに引っかかったんだな。ムガサーバーのおいらラーメン作って普通どうやっていうのを言いたかったんですね。ははい、まあまあ個人の自由なんであれなんですけどさっきも言ったんですけど僕ら世代っていうのは100度1回確認世代なんですよ。あれさこれ100度確認してないから入れないですねはい。 1 0 <laughs> 度確認世代じゃない世代は大丈夫別に八十度でも、うん、そうなんですよね、はいえー、皆さんこんにちは京都市の静かですこんにちはアンサー A どっちが熱効率的に得かという話なのでしょうか一向の余地はありそうですが単純にそこそこのお湯が出てくる時間が面倒なので水でいいです あと水道管から出てくるぬるま湯ってなんか絶妙に気持ち悪くないですかうちだけはあはい京都市の静香さんうーん水道管から出てくるぬるま湯って言ってもお風呂入る時みんなそれだからね口に入れるのが嫌ってことですかねうんあんまりそういうのが考えたことないですけどねうん「ウフ上がりの島からどうもカジキ釣りました」ですこんにちは。 アンサー A お湯出るまでに捨てる水がかわいそうじゃないですかまあ僕はかわいそうっていうか僕は取ってますけどお風呂入るときはねお空から降ってきて川になってなんだか知らない施設に誘導されて狭いろ過装置も通り抜けたと思ったら何やら薬品を混ぜられてそんな苦労したお水さんがいざ役に立とうと水道から出てきたのにお湯出るまでのつなぎで何の役にも立たずにそのまま排水溝に直行って。 B の人はもう鬼だね。はい、水を擬人化してる。あれどんなイメージですか。これ何の役にも立たないまま排水溝に向かおうっていうことはいっぱいの人っていうイメージですか。じゃ水ってね。まあまあお湯出るまでの水はもうそのまま排水溝にして、お湯出始めたらね使うっていうことで。でこのギリギリの先頭の人がいるってことですね。お湯のぬいちょうが。<laughs> いやどういうイメージで擬人化してんのかなと思って <laughs> 皆さんこんにちはリンゴですこんにちは本日のアンケートえびせんの絵基本水から何十リットルも沸かすわけじゃないから水からで大昔実家にいる時に父親が水道水はかんなじやかんの蓋を開けて沸騰したら5分ぐらい煮沸してから常温に冷まして冷蔵庫で保管して飲み水や料理に使っていた過去50年ぐらい前。 今は水道水の質も良くなってそんなことはないと思うけどだからかな飲み水の味に厳しいよ外国の香水喉にかかる感じがいかんやっぱり軟水が二重丸さ今は浄水器やミ,ミネラルウォーターがあって便利だよねあ昔やってた気がするよ確かにでも本当に一回沸騰させてからそれを冷やしたりとかやってた気がしますよね あの時はまだ水道水がそんなに上等じゃなかったかもしれないですねあの石灰が多かった気がする0時あの湯沸かしぽっと湿地に使ってたら中に全部石灰が白くたまるっていうねあんな時代がありましたけれども今はそんなことないと思いますけどねうんはいありがとうございます。軟水水と香水は分かりますすよよねヌルヌルするよねる だあれで浴びたらなんかいつまでも落ちてない感じがするっていうねで逆に香水使ったらキュッ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 するっていうそう。こんにちはイプさんラジオネームアナナスコモススですこんにちはアンサー A 私は水を使います蛇口をひねるとお湯を出すこともできるのですが蛇口には浄水器をつけて使っている関係でお湯が使えないんです 浄水器の説明書きには四十度を超える水を使うと浄水機能が低下するだけではなく破損の原因となるとあるのでこれからも水しか出さないと思いますえ、いろんなタイプあると思うんですけどこれ,これなんねこの水道のところに直でつけるやつあれお湯使ったらダメだろうけえあ、この使ってる素材とかが熱に弱いのかなあ,あ、そうねはい、ありがとうございます ハイサイヒープツトムですこんにちはお題の返事は A 絶対 A あ,あんなおとなしいツトムさんが絶対って書いてある湯沸かし器とかボイラーのお湯は口に入れたくない水道から湯を沸かしますでもポットに残ってるお湯があったら使えますねなんでどうしたのツトムさん絶対そのままでは入れたくないうんまあ、だから100度確認世代いいですからね さんも,もうズバリね同い年なんでね沸騰最強世代レイジーさん雨だし何かとブルーな月曜日もう帰りたいさあ早速さあってもう切り替えてるし早速アンサーへ夜間にはお水を入れます水道水ねお湯を使ったら沸くのが早いかもだけど魔法瓶のお湯がもったいなくない水から沸かすよ普通はハースやセレブ詳しいしはい別にセレブでもないけどな はいデイジーさん「魔法瓶」って久しぶりに聞いたな <laughs> あれは今何て言ってんの魔法瓶は湯沸かしポットポットすごい言葉だよね魔法瓶って違うわけよタンブラー系のこと, <laughs> のこと魔法瓶って言うんじゃないわけよ昔は要するにお湯入れててもいつまでもさまらない魔法の瓶 っていう意味で魔法瓶で多分言ってたと思って中が鏡になってるわけなんかだか落としたら終われるんすよねあれねそうなんで鏡になってたのかな今考えたら鏡が鏡がだから熱効率がい,いってびっくりしますけどねだからデ D 字重たかったよ昔の魔法瓶死ぬ重たかった今言わんな魔法瓶 <laughs> 言わなくなった言葉がたくさんあるな 皆さんこんこにちは配達のシシですこんにちは早速アンサー A もちろんただの水道水の水ボイラースイッチ入れてもあったかくなるまでの水ももったいないしね奥さんはウォーターサーバーのあったかいの入れてるけどこれも水もったいないと思うさヤシが便利でカップラーメンは奥さんがいない時にウォーターサーバーから入れてるやつさあれヒップさん獅子屋の周りは無芸リルですよ、うんはい、ありがとうございますよかつの獅子屋さん あの同じ地域やさマッツンさんもムゲリルっていう沸騰してるのムゲイラしてとは言うけど沸騰した瞬間あー沸騰,沸騰してるよってしか言わんけどねムゲリトーンどうってはあんまり打った扱わないんです、えー、そうねはいありがとうございます、えー、ユンタンザヤッシーですこんにちはアンサー A 自ら水を沸かしますこれもう帰ってきて多いんだよ <laughs> 水道水には塩素が含まれているから多少のばい菌がやかんにいても消毒してもらえるので水がいいと思っています。あと昔やんばるのおじいの家はタムンを拾ってきて斧で咲いてからボイラーに入れて火をつけてお湯を沸かしていたなこれもしかして薪のことかなはいありがとうございますえー、あのねワッターがちっちゃい時まではあったよ俺も見た覚えがある 外にまあ本当にボイラーみたいな形のあれがあって木切って巻き切って火くべって温めるシステムあったよ見た覚えがある、はああ、はい、ありがとうございますあれは多分あれなんでしょうねこの火炊いてるところからパイプが通ってるっていうことなんでしょうね多分ね。はあ、はい もうこれ一周回って今これ良くないなんか特にヤンバルとか行くんだったらなんかねツイッターごついナミヘイさん今ヒープーさんが言ったまるまる伝説全て当てはまるの負に落ちないな43歳なのにな <laughs> えっと沸騰最強伝説冷蔵庫最強伝説卵2個1日2個まで伝説ですね43歳に当てはまってるっていうねあとシャバドゥーンさんが新しい学校で那覇にしてや那覇国じゃねって言う <laughs> 俺イメージは,ージは那覇国際のこと言ってる地名だったけど口は「那覇にして」なってたねごめんごめんいいやし <laughs> 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 ああはい沸騰やっぱし今週も出だしのトークが素晴らしいプンさんやっぱしハイバル町から目先の朝からヒーハーテニスレッスンで両膝が痛さでブロッケンジュニアチックな <laughs> This is ローエルスヒーハー h e h r t s はい練習してるな発作してアンサーシャニビー めっさ使う量で香り回すにいい状態よ。 はっさヒープーさん、やっぱしローヤル的に、社に効率を、ヒーハーと、重視よか、重視するさね。はっさ、そんなチックに、毎朝作るヒーハーコーヒーは、湯沸かしきに、普通の上等な水をパチナ入れて、ヒーハーと沸かしたりしていた瞬間よ、アギジャビを鍋えら。はっさしに、1リッター以上の場合には、ヒーハーと、お風呂場のお湯をヒーハーと沸かし、その後蓋で、直火でヒーハーとあちらしたら、もうよ、普段よか数倍、ヒーハーと、お湯がわきわきヒーハー状態よ、でュツ、ーハー多いな。 ハッサヒーポさん、そんなチックにやっぱし、お湯の水は毎回、データカーな天然ヒーハー水になりますみロドリゲス。それでは今週もお湯チックにヒーハーパワー全開でパチナい盛り上がっていこう。っていうことですね。重視よか重視するそうです。ようやくするとそういうことですね。うん。全然入ってこない。普段にも増して入ってこないな。1リッター以上。2回読み直すわよ。<laughs> 1回読んだのに <laughs>。 ははいいありがとうございますアンーささんイブさんこんこにち,はこにちは早速アンケートを終えお湯入れた方が早く沸くけど我が家は水道に浄水器がついているんですけどお湯だと浄水器のフィルターの汚れをとかして一緒に出てきそうな感じがして水を入れて沸かしますよでもレトルトのカレーとかを温める時はお湯入れてから沸かしますよ口に入らない温めるだけのお湯なので「あ今度レトルトを温めたお湯を何かで利用していますか?」のアンケートをお願いしますではでは はい,はい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 。うちもたまーにですけど、そういうケースがありますが、そういう場合、うちはですね。あのー、さまるまで置いとって。完全にさまったら、この鼻毛にかけてますよ。うん、はいはいはい。うちの妻がですけど、これはね。うん、はい。ティーサージパラダイス。昼にボケとこー。<laughs> さあ、やってきましたよ。昼ボケのコーナーということで、今日もね、一番面白いベストーギリスト決めますよと。はい。さあ、今週のお題。 一般人が知らない夜の動物園で守らないといけないルールとは、ね、これやってはいけませんよっていうねもしくはこうしましょうでもいいですよね、うんはい、いきましょう一発目、えー、ラジオネーム「妖怪ドライブシャフトカチカチさんの一般人が知らない夜の動物園で守らないといけないルールとは?」。 フラミンゴが日本足で立っていてもオフタイムなんでバカにしない <laughs> なバカにするってねえやか <laughs> いやいやいや,いや一本じゃねえば」っつって「いやオフの時日本かや」とか言って「あてめえてえや」<laughs>「もうちょっと笑え」とか言ってな <laughs> 続きまして大江戸子猫さんの一般人が知らない夜の,、えー、夜の動物園で守らないといけないルールとは 男性2人で来てる場合はヤギのコーナーは案内しない食べようしてるな <laughs> 食べようしてる酔っ払った男性2人ね、うん、いやいや締めじゃないよや <laughs> <laughs> 続きましてシャバズンさんの一般人が知らない夜の動物園で守らないといけないルールとは <laughs> ライオンやトラの檻の中でうとうとしない「中で」てねやが。 なんで入れればなんか <laughs> はいありがとうございます餌になってしまいますね多分ねひるぼけネームひさぶりさんの一般人が知らない夜の動物園で守らないといけないルールとは <music> あ、俺が餌だと思ったら受け入れれあ、諦めれってことか <laughs> <laughs> 諦めそっか走ったりしないってことだね <laughs> はいどうぞってことですねなるほど命がけだな <laughs> 続きましてコーラルカナグシクさんの一般人が知らない夜の動物園で守らないといけないルールとはシロ <laughs> クマやパンダから中の人が出てきても見て見ぬふりをするあれ中の人がいるんだチャックあるやしチャック。 草にはいいありがとうございますショック <laughs> 続きまして大手飛車取りレーシングさんの一般人が知らない夜の動物園で守らないといけないルールとは <music> 昼が多いので物音立てない要するに動物の皆さんが昼働いてる方が多いから夜は静かにしとけよっていうことですね。なるほど あったヒルキンって言ってるわ <laughs> 夜行性とかじゃなくて <laughs> はいありがとうございますいや夜勤の動物もいるけどねいっぱいねメンマメンさんの一般人が知らない夜の動物園で守らないといけないルールとは寝ている動物に寝起きドッキリ仕掛けるのはダメあてめえてやお,やおや ライオンさんおはようございます <laughs>、はい、ありがとうえ黒幕さんの一般人が知らない夜の動物園で守らないといけないルールとは「<music> 動物のいびきがうるさくても鼻つまんで止めようとしない」ねライオンのいびきがうるさい」っつってね鼻のにちょっと叩いたりとか。 「<laughs> たたいた止まるな」っつってね「<laughs> 顎の面積お兄さんの一般人が知らない夜の動物園で守らないといけないルールとは <music> 餌に向かって死に早く走る怠け者を見ても声を上げて驚いてはいけない」「本当はこんな早いんだ」っていうねすぐ 木の下にパンおれてタタタタタ日本橋走,走ってかすごい飼育員の手からパッて餌取るっていうビジネスだあれあれビジネスゆっくりだ死に早いやしっつって、はい、ラストラジオネームキナキナネームさんの一般人が知らない夜の動物園で守らないといけないルールとは ワニと高級ブランドとの値段交渉に口出ししない。<laughs> どういうことやか。<laughs> 買い取りに来てるんだ。いくらっつって。いや安いよこんね。<laughs> 俺の見てみよこれお前。これ4メーターいんだわね。まね、カバンいくつ取れると思ってるや。うらんっつって。うらんっていうかお,お前の問題だけどね。うらんもね。はい。ありがとうございます。 さあでは本日のねベスト踊りリスト決めましょうねはい今週のお題一般人が知らない夜の動物園で守らないといけないルールとは何でしょうかえー、まあこの系統は最初いっぱい来るでしょうね白熊やパンダの中から人が出てきても見て見ぬふりするねぬいぐるみ系ですねコーラル金具さんはいいいと思いますなのでもうこれ出たんでこれもう終わりですねはい大江戸子猫さん これ沖縄っぽくていいですよねあの特に酔っ払ってる男性2人で来てる場合はヤギのコーナーには行かないっていう食ったフーチバーも持ってきてる <laughs> 前端とか持ってきてる今日 <laughs> <laughs> 一ね結構迷ったんですけどこれかな見たいやつ顎の面積お兄さん餌に向かって死に早く走る怠け者見ても何も言ったらいけないっていう <laughs> はい。実は動物の実態 シリーズねうーんあとねこれもよかったんだよなワニとと高級ブランドの値段交渉 <laughs> <laughs> あった自分で交渉してんだうーんどっちかなルールだからねうんまあはいじゃあ顎の面積お兄さん 早く走る怠け者見ても人に行ってはいけないっていう感じですかねはいおめでとうございますということでね夜の動物園でね守らないといけないルールなんでしょうかでボケてくださいよろしくお願いしますはいいいですねさあではほら番組スタートするときに「大丈夫かいあんまこんな話題で」っつってん「水道の話」 もう終わるよ皆さんのおかげですよ本当にありがとうございますひぶさんこんにちはまろにげですこんにちはアンサーはええかな自らの手で自ら沸かしますねかっこなんちゃってこれいっぱい帰ってきてるいっぱい帰ってきてる <laughs> でもお皿洗うときはお湯使いますねガス代上がってしまうけど汚れ落ちが早い気がしてさ多分ねお湯使うと早いんじゃないかな本当に 最近はガス代よりも水道代の方が高すぎ的になっているよもうお風呂選んでせ水して水道料金下げようかねえと思うさ絶対やるなよ <laughs> この番組お風呂入りましょうで呼びかけんや。呼びかけることかやっていう話ですけど <laughs> はい。ありがとうございます皆さんこんにちは名古のひげ散らかしですこんにちはアンサー A です水からですねお湯から沸かすと水からお湯になるのにもガス代がかかるしねあ前に何度かあった 皿洗いお湯使ったら負け論争ありましたが私は断然お湯を使います油汚れが落ちやすいんででも嫁はいい顔しませんあとお湯使ったら油汚れ落ちるって言っておきながら嫁に落ちてないって呼び出されてよくぬらいこわされていますまいいなはい名古のひげ散らかしさんこれ,これはどういうことですか一回洗ったお皿チェックされてるってことですか <laughs> 見逃してくれよ <laughs> 見逃してくれよもう <laughs> 秋池さんはいこんにちはアンケート A 水その方が絶対にガス代が安くなる気がする俺は即席ラーメンを作るときは電子レンジでやるんだけどその時はお湯を入れてあちらすねその方が早く出来上がるさこの前ラーメンと一緒にもやしとゆで卵も入れてレンジしたから卵が爆発してレンジの中もやしだけなってたな気をつけないと 卵やばいんですよね電子レンジ入れるとねボーンなるねあと三枚肉とかあちらす時もよラップに穴ほがしてからやらんとボーンってなるね「うん、タイムフリー」はタイムフラーさん「こんにちは、えー、ヒープーさんスタッフさん面白すぎるリスナーの皆様本日もお手柔らかに参加させていただきますので、水から沸かしますですね。 ヒープーさんお湯を沸かしてお茶やコーヒーを作るときにお湯を中間に入れるときお湯が注がれるのを意識して見ることありますか水とお湯って透明だけど全然違いますよね。えとろとろとろって滑らかで柔らかく見えますよね。最近は水入れて電気スイッチを押して沸かすのも便利で助かるけど私はこれからの後世に夜間もなくならないでほしいアイテムって思ってるパラダイスですじゃーぷーさんスタッフさん。 忙しい年度末だからあっちじゃあ飲んで一息時間も作ってくださいねもう教えないんだなこの読み方は「パラダイス」のところの <laughs> どう読んだらいいのかなこれはい「タイムフリー」はタイムフラーさんありがとうございますいやー水注ぐ時のなんかトロトロ具合水と沸騰したやつ変わる同じお水で軟水硬水だったら変わる気がしますけど 変わるのかなはい。ありがとうございますいやこんなの注意して見たことないな皆さんこんにちはケンポンですはいこんにちはアンケートええかなボイラーがついててすぐにお湯が出るならお湯を使うけどボイラーつけて沸かしてまで考えたら自らでいいかな時間はどれだけかわるかわからないけどねはいケンポンさんありがとうございますみんなこう大体こんな意見ですねボイラーつけてまではみたいな意見ですね うん、はいありがとうございます。誰かいましたうちのディレクターと一緒の人要するにボイラーつけずにいけるウォーターサーバーすぐお湯が出るやつをもう一回沸騰させるっていう人はいやったらディレクターだけかもしれんよウォーターサーバーの熱いのをわざわざ沸騰させるっていう <laughs> <laughs> いいよねい,いいじゃん別に。 Ha 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 ha